はい、どうもこんにちは、ヒカルです。ありますよ、チルプリン将軍 M2 だ。来ました。お、本日のゲスト、プリン将軍。プリン将軍です。ちょっと、おせ、プリン将軍、出身はどこなんですか？はいはい、ピョンヤンに、ピョンヤン。ピョンヤン。わざわざ当たり前のこと聞くんだよ。ピョンヤンにだよ。ピョンヤン。ピョンヤン。なんかピョンヤンって昔ニュースの言わないんですか？ピョンヤンもいつでもニュースになってるんだよ。昔も今もニュースになってるんだよ。すごいんだから、そこそ今ここは、うん、今日は、ね、ちょっとまあ、ホストクラブでちょっと1日カフェイベントっていうのをやってまして、これね、もうね、公開される頃には終わっちゃってますけど、ファスカフェっていうイベントを、はい、やってます。今日はカフェ営業、これすごい今話題のイベントでも、うん、もう超満員、もうすごい超満員、ね、喜び組がいっぱい来てるんですよ。今もう喜び組に挟まれてて、今 TikTok 撮ってたんですよ。おー、ただね、あのオープンから の喜び組がびっくりして帰っちゃった来たのに俺見てびっくりして帰っちゃった。いやいや、入り口で貼ってあったしね。そう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 、お客様お送りです。マンセーマンセー、ちょっと挨拶だけ。ありがとうございます。マンセーってどういう意味なんですか？万世は万歳です。兵士募集、兵士なんですか？はい、カメラマンと編集やってます。あ、そうなんだ。プリン将軍で、これ藤間さんの使い方。あ、マジっすか？え、渋谷の上の方で、上の方で、あの時にカメラ使って、あ、え、カメラ、カメラ、そう、カメラの待機の、そうそうそう、で、パラパン心配、あ、そう、翔平に、プリン将軍の兵士だったんですか、カメラ待機。あ、なんかちょっと、元々お知り合いで、実は全然気づかなかった。一緒に動画撮ってもらったのが最初来てた。そうなんだ。今ちょっと裏方回られてるんで、はい、いや、ヘズマの動画にいたんですよ、俺も。はい、出題してる人が知り合いで、はい、カメラ大輝が来るって言ったら、超カメラ回ってて、本当にそっくりさんなんですよね。はい、そうそっくりさんとそっくりさんで、びっくりした。やっぱり立ち物同士やってる、立ち物同士ちょっと力合うみたいな、気持ちがやっぱりお互い分かるんで、いろいろ。はい、今兵士募集してるから、兵士なんですか？はい、あー、そう、兵士をね、募集してるみたいな。おー、これ、ここの兵士とかですか？あ、一応ここの兵士を、そうなんここの兵士をね、たまに DM で、兵士にしてくださいって、マジでガチで最近来てるんですけど、今のところスタッフはそんなに募集はしてないんでたまに来るんですよ、雇ってください、デリケしてくださいみたいな。5万ウォン、5万ウォンなんで5000円騙されるやつ。そう、ちょっと騙そうと思って5万円もらえるはずなんで、騙されてる。いや、でもどうなんですか、はい、ご時世、今こういうご時世ですけど、不倫将軍的にはどうですか、まあ、けどやっぱりね、このね、イベントとか開催しづらいし、大変だよね、本当に。もう一刻も早くね、やっぱり落ち着いてほしいなとは思うんだよね。やっぱね、こういう感じでマスクもね、お互いしないといけないし、大変だよね。いや、多分、どうにもならないよ。まあね、やっぱワクチンができるまではね、多分どうしようもないと思うんで。インフルエンザのワクチン来ました、ね、インフルエンザは毎年打ってて、一応明日もう予約取ってる。それ打ってれば大丈夫ですよ。わかんないですけど、それはインフルところなら関係ないじゃん。多分もう、打っときゃ何だかなる。なるかな。と思ってます。うん、あとプリン将軍とのつながりがあってですね、はいはい、実は迷惑系 YouTuber のヘズマリュウト、ね、名前を言ってはいけないなとね、ボルデモートみたいな感じですね、最近リュウさんと、実は一緒に出た感じでねのねラーメンをですね、そう、そうなのよね、最後に、そうそれとね、あの例のあの方と3人でね、あの新宿のね、ラーメン屋で、そう、ラーメン食べて、でその1週間後に、彼はもう、彼はね、とらわれの身に。あの日って秋葉にも行った日でしょ？そう、秋葉にも行って、有楽者オープンの時そう、行って、
で、その後また夜新宿で待ち合わせして、でラーメン食べて、で1週間後に彼と泊まる。あれ俺もちょっと被害受けてて、あの新宿で一緒に、はい、プリン将軍とご飯食べた後と前と忘れたんですけど、一緒に行った時に江妻さんが写真撮ったんですよ。はい、一緒で江妻カメラの写真を撮ってて、はい、それが江妻ツイッターに載ったんですよ、はい、でそれをより人が勝手に使って、はい、こいつらアホみたいな、こいつ死ねばいいのに、こいつ死ねばいいのにっていうように使ってる。エンジョイ、そうエンジョイさん、結構ビーム長くた。ああ、大変でしたね。あ俺もけどあのね、あのヘッキのツイッターに載ってたからラーメン食いに行ったみたいな。だから結構来たあと、あのね検査受けるどうのこうのとか、結構いろいろね、まあ炎上までは行かなかったけど来たんですね。あの時なんか手島さんとプリン将軍ご一行と秋葉のドンキ前があった時に、手島さんがよりちょっと撮影があるって言って、ああ行ったんですね。って言ってたはずなんですよね。なのでより人は良くないみたいな話ですよ。森下さんね、会ったことはないんだけどね。コーラが週間ぐらいずっとあれからツイッターの、ああすごい、バイト先からもメールから入れられてましたね。え、職場までこれはやばいっすね。前大丈夫でした？大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃないですよね、それね。あ、そんななるんだ。俺そこまでやったことないから。ちょっといいみたいな。ちょっといいみたいな。なんですか？これってお前みたいな。そこまで連絡来るんだ。まあ、聞く話やもん。誰か密告したらいたらしいから。ああ。より人の動画を見てるやつが、実はバイト行ったから。なるほど。ああ。より人に会ったことないんですけど。あ同じく今度はちょっと物申す、一言物申す、物申した方がいいです。バラエティチャンネルさんのなんかツイッターでね、一回ツイッター出ましたからね、激痩せした、そうそう、激痩せの方が、あーなんかね、でしたっすね、それ、あ、そうですね、それにちょっと言われましたね、またね、ざわざわ、ちょっとね、今沈黙してるから動けないんだろうね、今。彼は無理でしょうね、うん、YouTube は無理でしょうね。ちょっとね、YouTube はもう無理でしょ。もう彼が復帰するとしたら何がいいんだよ。ツイキャスとかやっぱ配信系かなとは、まあ、あと TikTok もねやってたから、あ、まあ、配信しかないんじゃないかな。やっぱりどうですか、 YouTube と TikTok、 今回 TikTok の220万もいて、はいはい、あ、そうっすね、はいはい、もう超ベテランなわけじゃないですか、はい、TikTok も刺激かなと思ってない、あ、そうっすね、今後一応、はい、あの TikTok からもう連絡も来てて、どっちに行くんですか、プリンソンズの TikTok に、はい、お力入れるのか、あー、なるほどっすね、リソンがあるよ、まあ一応両方はやるっすけど、まあ、TikTok の多分生配信とかは今後増えていくと思います。うん、まあやっぱり YouTube より今 TikTok が伸びてるから、やっぱり TikTok の方に行かないと、いや TikTok もあまりワンツーなかったっすよね。あ、もともとっすか、まあ、俺もあんまりね、たまたまやったらバズっちゃったっていうだけなんで、もう TikTok 始めようかな、本当に。やった方がいいっすよ、多分早いうちに。YouTube だってね、やっぱり先に始めた人もつけるわけだから、TikTok もね、今少ないうちに多分やってた方が、今後絶対伸びるようなアプリだと思うんで、やってた方がいいと思うんで。やっぱりなんか、プリン将軍の真似でも、プリン将軍分析して。いや、俺分析しても、多分他の人分析した方が、だって俺ね、もうあのスイッチ押してるだけだから、こうやって。押してるだけなのよ、俺、スイッチ。大して押してないのよ、全然。うん、見てるだけなんですよ。ぜひやってみてください、結構。あと、好きだったのが、風俗に行ってみたんで。あー、一応ね、風俗のね、案件いただいて、ありがとうございます。なかなかね、俺を使えるようなとこがないんで、やっぱね、風俗とかホストとか、ね、使っていただけるんでありがとうございます。やっぱりバーンされます。大丈夫でしょうね。なんとか、はい。あれネタです、リアルです、
ハイションもちょっとリアルで行ってます。あ、そうなんですか。ちゃんと、ね、千葉まで行って、はい、しっかり、はい、すごいいいお店でした、ね、いろんな意味でありがとうございます。あ、ありがとうございます。今日はトースカフェ、ね、もうはい、ありがとうございます。ちょっと行きました、ね、はい、ありがとうございます。またまた、ちょっとね、よろしくお願いします。はい、プリン将軍が現るところにはまた行きたい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。